じゃあ14話続きを言っていきましょう。14話もいよいよ大詰めというような感じがします。残すところはドイツとアメリカです。ドイツっていうこの19世紀のドイツの、まあ、後半といいますか、その時代は、このように表すことができましたね。略図を書いてみました。ドイツという国は元はバラバラだったんですが、まずはプロイセン・オーストリア戦争によってオーストリアを追い出して、ドイツからオーストリアを追い出して、そして、北ドイツ連邦という形でまとまったんでしたね。で、この北ドイツ連邦のリーダーがプロイセン。このプロイセンがフランスに戦争を仕掛け、フランスを任せた、これによって、プロイセンを中心とした北ドイツ連邦はドイツ帝国と名前を変えます。はい、プロイセン絡みの2つの戦争でありましたね。プロイセン・オーストリア戦争はドイツのまとまりの中からオーストリアを外すという戦争、そしてプロイセン・フランス戦争はこのプロイセンを中心とした北ドイツ連邦が、後にライバルになるであろうフランスを木っ端みじんに破って、そして、プロイセンがフランスを破ってね、よしじゃあ俺がドイツを経営するぞということでドイツ帝国を成立させたというきっかけになった戦争ですね。はい、じゃあこの成立したドイツ帝国のことをお話ししましょう。こうして成立したドイツ帝国ですが、皇帝はビスマルクを重く用いたヴィルヘルム1世という人物です。そしてこの国の宰相大臣ですねのトップがビスマルクという人物で、このビスマルクはユンカーという階層にからの出身ですね。ユンカー出身。ユンカーとは何ですかっていうことですね。このユンカーはオチ貴族とも訳される封建領主的土地貴族ということができるでしょう。実はこのドイツというのは元のプロイセンですね、はかなり強く領主が濃度を支配していた国の一つです。で、この支配から例えばシュタイン、ハルテンベルクという人がナポレオンがやってきたと、ナポレオンがやってきた時にどのようにして、ナポレオンをやっつけるか、それはじゃあね、国を近代化させて、ナポレオンをやっつけていこうというその動きの中で、この濃度を解放したんですよね、しかし濃度は元の濃度はその領主から結局地主と小作人の関係に、すり替えられて、結局は封建領主的な支配の構造は変わらず、この領主と元農奴である小作人という関係の中で、豊かになっているという土地貴族、これのことをユンカーと言います。で、このユンカーたちがドイツ帝国の官職を独占していたことを押さえておくといいと思います。このヴィルヘルム1世というのは元のプロイセン王ですね。プロイセンを中心に成立したドイツ帝国です。皇帝は元のプロイセン王のヴィルヘルム1世、そして、大臣、宰相の地位にあったのがビスマルクです。ビスマルクは農奴は解放されたが小作人を支配している領主としての存在、こういったのを封建領主的な土地貴族であるユンカーというんですが、その階層出身のビスマルクが最初の地にあったということです。ビスマルクのほか帝国の官職はユンカーが独占しているというそういう状況にありました。そしたらですね、このビスマルクという人物ですね、お近くの資料集なんかをね、ちょっとビデオを止めて見ていただけるといいんですが、もういかにも顔つきからしてビスマルクっていう感じですね、ちょっといかつい感じの、名前ですし顔つきですしね、いかにもこう頑固じじいというような感じの顔つきをしています。このビスマルクがですね、ビスマルクの政治のまずは内政ですね、国内の政治のことをお話しましょう。まずは文化闘争ですね。ドイツという国はドイツ、南ドイツですね、南ドイツ、今ミュンヘンとかその辺ですね、南ドイツのすぐその山脈を挟んで南がイタリアです。イタリアっていうことはローマ教皇がいなさると。ローマ教皇はカトリックの親玉ですので、南ドイツはカトリックの影響が強いわけです。するとですね、カトリックっていうのはこのローマ教皇をトップとした組織ですので、南ドイツの人たちはドイツ帝国の皇帝と、もう一つローマ教皇っていう人も権力者として仰ぐことになりますよね。だから、お前どっちの言うこと聞くんだいっていうことによくなります。ですがこの辺りはビスマルクはうまくこのカトリックとの争いを、このカトリックを弾圧して、帝国がありながらも外部の人のある意味コントロールにあるような宗教を信じている連中をよくは思っていないんですが、一部は認め一部は禁止というような感じで、うまく妥協して折り合いをつけていくということですね。そして社会主義者鎮圧法ですね。社会主義とは、平等を求めて、国を、ひっくり返そうと革命を起こそうというような人たちに対しては厳しく望みます。なので社会民主党を弾圧したりするわけですが、ただですね、ここに1行を付け加えて、ください。そう書き加えてください。国をひっくり返して平等をもたらそうという、要するにそういう連中、国を騒がすことは絶対に禁止だが、ね、革命を起こしたりすることに対しては絶対禁止だが、そうではない限りは、ね、その手荒なことをしなければ私も災害保険や失業保険や養老保険などの社会福祉で対応するよと、あなたたちの生活を成り立たせてあげるよ。これがビスマルクの政策です。騒ぎを起こさなければ暮らしやすくしてやるよっていうことですね。よくこれを飴と鞭の政策だっていうことをよく言いますね。そしたらですね、ビスマルクのすごいところは実はこの内政にあるわけではありません。ビスマルクのすごさはこれから説明するビスマルク外交と言われるような外交に、すごく力がある人物なんですね。じゃあですね、ビスマルクはこのプロイセンフランス戦争において、フランスを木っ端みじんにやっつけました。するとフランス人は心の底からね、莫大な賠償金も課されていますので、ドイツにリベンジをしようと思うわけですね。でビスマルクはこのフランスからのリベンジを防ぐために瞬く間にこのような同盟関係を瞬く間に築き上げてフランスを孤立することに成功するということです。いきましょうか。ポイント、もう一つはこの2点を目標に瞬く間に、この図にあるような同盟関係を組みます。まずは三帝同盟ですね。この緑色の三角形、そしてこのオレンジ色、ドイツ、イタリア、オーストリアの三国同盟です。しかしロシアとオーストリアは実はその進出する、どちらもバルカン半島というその利害が絡む、同じところを狙って、その進出を始めていましたので、ロシアもバルカン半島欲しいな、オーストリアもバルカン半島欲しいなっていう風な思惑がありましたので、ロシアとオーストリアがいつ関係が悪化するかわからない。そこで、ビスマルクはこの黄色のラインですね、再保障条約、ドイツとロシアの再保障条約という条約を組みます。はいはい、イギリスはこの時代、国として孤立するという政策をとっていました。特に、公営ある孤立という政策ですが、イギリスはフランスのリベンジをシャットアウトするっていう意味では、完璧にフランスは孤立をしているということになります。はい、ビスマルクはこの大国を大きい国を手玉に取るように、フランスを孤立させようぜって言ったら孤立させることができるぐらい、この外交能力に優れたものを持っていました。あとはね、もう一つ、黄色で書いておきましょうね。はい、ビスマルクは2回、ベルリン会議という会議を開いています。一つはロシア・トルコ戦争の後ですね、ロシアの南下を阻止した、これがベルリン会議。もう一つはね、アフリカを植民地にする時のルールを作ったのが、このビスマルクです。このようにドイツ帝国の宰相ビスマルクは大きい国々を手玉に取って同盟関係を結び、フランスを孤立させたりですね、ロシアがひとたび南下政策を成功させると、ちょっと待ったと各国の首脳を集めてですね、ロシアの南下を止めたり、アフリカをその分割する時のルールを知って決めようぜって言ってビスマルクの思惑通りに大きい国々を動かす手玉に取るというね、巧みな外交手段を取ることができたということです。ビスマルクね、もう一度資料集などを見て、こういう人だなっていうことを把握していただけるといいと思います。今回はここまでです。